はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。ロシアによるウクライナへの侵略、これによって、まあ、ある意味とどめを刺されているのがテレビのニュースやワイドショーではないでしょうか。起きている現実の前に口から出まかせが通じなくなっているんです。しかもそれがオシント、オープンソースインテリジェンス、まあ、そんな小難しいことを言わなくても SNS 上で共有されて可視化されている、それがテレビのニュースやワイドショーの口から出まかせなんです。河合奈保子さんの名曲喧嘩をやめてとありますが、同様に反戦平和を叫んだとしても、いずれもそれプーチンに言えよという話になってしまうのがウクライナをめぐる現実だからです。先週金曜日の令和5年2月24日のテレビ朝日大下容子のワイドスクランブルにて、レギュラーコメンテーターの脳科学者と紹介される中野信子さんの発言がネットで小さく炎上しておりました。番組ではハリウッド俳優でもあるショーン・ペンさんがメガホンを取った映画スーパーパワーが紹介されておりました。このスーパーパワーはドキュメンタリー映画で、そもそもはコメディ俳優から大統領まで上り詰めたゼレンスキー大統領を密着することで、どういう人なのかなという紹介するための企画だったんですが、ショーン・ペイさんがウクライナの首都キーウにいるときにロシアによる侵略が始まったんです。そしてウクライナからの視点でまとめられたドキュメンタリー映画、これについてショーン・ペンさんは記者からプロパガンダじゃないかと問われて、はい、そう思われても仕方がありませんが何かと答えたと言います。これについて脳科学者の中野信子さんがコメントを求められ、その時の当該発言をネット媒体ニューズビジョンさんより紹介します。いろんな見方があるでしょうけど、ちょっとこれは言いにくいが…と慎重になりながらも、戦争はどちらかが一方的に悪いことはないんだと思っています、どちらか一方が正義ということはないんだと思いますと私の意見を述べられました。まるで押し込み強盗に対して出て行けとやったことが喧嘩をやめてとばかりの喧嘩両成敗のような面白い発言を脳科学者さんはしているんです。そして記事では、いじめられる子にはいじめられるだけの理由があると言ってるみたいだという視聴者の声を紹介しています。大前提でいじめが悪く侵略なんか論外です。このように今テレビの中での面白い発言というのはネット上で共有され拡散されていきます。この週末は他にもロシアをめぐってネットをザワワとさせるテレビ番組がありました。テレビがロシアの情報を捏造しているというんです。ワイドスクランブルでの中野信子さんの大変面白いお話の翌日、令和5年2月25日の土曜日、テレビ愛知の激論コロシアムという番組はロシアをテーマとして取り上げていました。番組の中でロシア在住のバレリーナ柴山マリナさんにお話を聞きます。そこでこの柴山さん、テレビの裏側をポロリと暴露しちゃったんです。テレビ愛知がヤフーニュースに提供した記事よりそのシーンを紹介します。柴山さん、日本のテレビ局からスーパーマーケットで空っぽの棚を取ってほしいと言われました。でも空っぽの棚なんてないのでありませんと言ったら、そういう絵が欲しいので商品を避けてでも、まあどかしても、取ってくださいと言われたんです。私は断りました。実際のスーパーの棚には商品がずらりと並ぶ。経済制裁は効いているのか。先入観にとらわれずロシアの現実を直視する必要がある。つまりやらせを日本のテレビが強要していたということです。テレビ局や番組名は伏せられていたようですが、やらせというか、まあ印象操作をやってるということがバッチリとバラされちゃったんです。シロがこう言ってます。トイレットペーパー、これはテレビに限ったことではなく、マスゴミ、あ違ったかな、マスコミに通じる手口です。ロシア物資不足で商品の陳列棚が空っぽになった、そんな絵を撮ってほしいという話にピコーンと思い出したのが3年前のトイレットペーパー不足かなという報道でした。新型コロナニュータイプが始まったまさにちょうど3年前の話です。昨年このことについて朝日新聞は、コロナ禍のトイレットペーパー不足本当の原因ツイッターを分析と題した記事を出します。こちらの記事は昨年5月14日に発表されたものですが、ざっくりと言いますと、トイレットペーパー不足が広まった、そのデマが広まったのはツイッターではないかというものです。東京大学の鳥海藤雄教授先生様が分析したところによると、トイレットペーパー不足はデマですよと、
このデマを訂正するものによってむしろ拡散したと分析しております。ただこれ私の手持ちの情報から間違いとはっきり断じることができてしまうんです。トイレットペーパー不足のデマの時、私はツイッターにオンタイムで貼り付いておりました。その時九州のある県としておきますが、そこでトイレットペーパー不足がありますよという情報出たんですが、即座に日本全国津々浦々で、いやうちあるよということで、一時的なものじゃないかと、まあ、これによってトイレットペーパー不足が起こっているというデマは駆逐されていたんです。だからツイッター上だけでの情報格差を研究されている鳥海富士夫教授先生様のその分析はツイッターだけ見ているならば私も同意します。しかし私の手持ちの情報によるとというか、これもう公開されている公開情報です。そしてこの私なのよりはるかに信頼性があるのかなという、総務省のデータにはこうあるんです。令和3年版偽情報に関する情報の入手というところで、最も多いのはテレビ 39.0% で、続いて SNS 9.6%、 3分の1以下です。僅差でニュース配信 9.3% の順に多かった。令和2年版情報通信白書で述べた通り、日本経済新聞などの分析によると、このトイレットペーパー買い占め騒動の発端とされた投稿は SNS での投稿があったが、その投稿自体は全く拡散しておらず、ニュースサイトやテレビ番組で取り上げられ始めた結果、偽情報に関する投稿が急速に広まったとされる。本調査結果においても、偽情報を最初に入手したメディアとしては SNS だけではなく、テレビやニュース配信が多いことから、 SNS をきっかけとしつつも、マスメディアやインターネットを利用したメディアで拡散されたと考えられる。何のことはない、テレビがデマを拡散していたということ、これがファクトであり事実でありエビデンスでやんすって話なんです。私はその時ツイッターだけではなくオンタイムでニュースやワイドショーも確認しております。おどろおどろしい BGM、 すなわち不協和音の BGM を背景に、空っぽになったトイレットペーパーの陳列棚の映像が流され、その上で中国からの輸入が止まってしまうので、トイレットペーパー不足が起こるというデマがテレビで紹介されていたんです。この時すでにネットで訂正されていた話題、わざわざおっかない BGM と空っぽの VTR とともに紹介していたのがニュースやワイドショーなんです。ちなみにトイレットペーパーとかティッシュペーパーっていうのは単価の割にはスペースを取るので、各お店ごとにそれほど大量に在庫していないことも少なくないんです。極端な例を言うと、店頭にある分が在庫のこともあるんです。すなわち翌日になったら入ってくる、あるいはその週のうちには入ってくる、その一時的な空っぽの棚を移して、不安な BGM とともにトイレットペーパー不足を語っていたのがニュースやワイドショーなんです。そしてそのコーナーの終わりに、メーカーによると在庫はあるようですなんて、取ってつけたようなアリバイ作りのような情報を最後の最後にチラッとだけ伝えていました。つまり、パッと見ただけでは、あ、トイレットペーパー不足が起こっていると不安に駆られる。そういう番組の作りになっていたんです。端的に言ってデマを拡散させているのはテレビです。また、テレビ報道に連動する新聞も以下同文です。それどころか先ほどの朝日新聞のように、トイレットペーパー不足が叫ばれてから2年経った。みんながもうすっかり忘れてるのかなっていう時に、ツイッターだけの一部を切り出して事実をすり替える、歴史修正をやってるのがマスゴミの皆さんなんです。先ほどのテレビ愛知の激論コロシアムの経済制裁においても重大な事実誤認があると、これ指摘するのは私じゃないですよ。ロシアや東欧の専門家として学会でもメディアでも八面六臂のご活躍をなされている東野篤子先生がこんなツイートをしておりました。これは二つの意味でひどい話ですね。第一に、このバレリーナさんのお話が本当ならば、日本のテレビ局が公然と情報の歪曲や捏造を取材協力者に求めた点。第二に、対ロシア経済制裁は市民の衣食住を対象としていないにもかかわらず、日本のメディアが未だに理解していない点。まず東野篤子先生は日本のメディアのやらせや捏造を批判しました。その上で、ロシアへの制裁というのは戦略物資や贅沢品、政治家やプーチン大統領のお友達など、つまりはオリガルヒの資金を凍結したり、
これも乗っけておこう。国際的な金融取引のスイフトからの排除、これが経済制裁の中身ですよと、庶民ちゃんはあんまり関係ないんですよと東野篤子先生連投しておりました。それだけではありません。東野篤子先生はこの連投の結びにこんなツイートをしていたんです。最後にこのバレリーナさんは戦争開始直後の5月9日の対独対ドイツ戦勝記念日パレードの前、大興奮でパレードのリハーサルの模様を伝える YouTube を配信しており、その意味では取材したテレビ局も大いに人選を間違ったのではと思う次第です。マリューシカチャンネルを名乗るこの YouTube 番組を見てみると、どうにもロシアンフレンズに見えて仕方がありませんでした。もちろんロシア在住ということは割り引く必要があります。これ意外と知られてないんですけど、ロシアに言論の自由ってあんまりないみたいなんですよ。こうした前提条件を伝えずに、バレリーナさんの主張だけを垂れ流すのはプロパガンダでないならば、もっとおっかない疑惑が。チュドーン。その日のテレビ愛知激論コロシアムには、世界随一と言っても過言ではないロシアンフレンズの鈴木宗男さんが、ロシアへの経済制裁をやめれば北方領土は帰ってくる、なんてね、面白い、実に面白いお話をされていたようです。番組にはグレンコ・アンドリーさんに広瀬陽子先生、そして軍事漫談家の井上和彦さん、いわおれきれきが出演し、カンカンガクガクの議論が行われていたようです。ただ冒頭に紹介したテレビ朝日の大下陽子のワイドスクランブルにて、脳科学者の中野信子先生の発言が小さな炎上をした、その理由は、悪いのはロシア、悪いのはロシアという大前提があるからです。いじめにおいて、いじめられる側にも理由が、いやいやいや、馬鹿を追いでないかいという話。いじめと認定した時点で、そのいじめがダメなんです。もちろん人間社会の現実として、大人になっても会社同士とかでもいじめ的なみたいなっぽいものはあります。だからこそ、いじめは絶対ダメだという大前提がなければ社会は成立しないんです。それは人を殺めちゃダメと同じレベルの話なんです。ただこうしてみると、テレビ朝日のレギュラーコメンテーターを務めております脳科学者さんにしても、ロシアンフレンズを隠しもしないチャカチャカチャの宗男ハウスでおなじみだった鈴木宗男さんを出演させ、さらにはロシア在住のバレリーナさんに、経済制裁ね、市民に影響ないですよ、それどころかテレビはやらせをやってますよと、その告発の果てにどうなるかというと、結果論としてロシア擁護、ロシア擁護のプロパガンダのようになってしまいます。やはりプロパガンダなんでしょうか。白がこう言ってます。ガンガン煽っていきまっしょい。新型コロコロ、この番組でいうニュータイプの始まりの時、テレビ朝日のスタッフが、この話題長引きますよ、ガンガン煽っていきましょうと、元厚生労働省の医系技官の木村盛夫先生にお話しされたと。木村盛夫先生は暴露し、そして今ネットで共有されています。するとやっぱりテレビの側ということはこういうことなんでしょうか。どっちもどっち論に落とし込めば、どっちがどっちになっても上からめさんってお説教をして、もちろんドンパッチの戦闘が長引けば、原油高の高止まりで悪い円安が、で日本がいかあかん、日本が買うね、そしてテレビの号はニュースやワイドショーは映画をいっぱい吹く、いっぱい、とにかくギャスが騒いでればね、こちらが儲かって、ゼロがいっぱい増えて、よっしっし、ジンバブエバレちゃったと、冗談はともかく、いじめられた側が悪いですか、面白いことをおっしゃる。そしてデマの拡散はトイレットペーパー不足に代表されます。そしてロシアの制裁では正しい情報を伝えずに、専門家によって SNS で訂正されております。そんなデマを繰り返すテレビによって、原発再稼働も適切な防衛費についても、ネガキャン、ネガティブキャンペーンが貼られております。よってテレビが消えた、消えた、やったーとなることが、巡り巡ってウクライナの皆さんを助けることにつながるんじゃないか、そんなことを考えてしまう今日この頃でございます。もちろんテレビの中の人に何かがいて、プロパガンダを垂れ流しているという説も、これ捨て切ることはできません。何かと間違いの多いネットではありますが、ネットの情報はしばらくもせずに訂正され、そして共有されていきます。我々はネットで情報共有して頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
と番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、着替えますね、一緒にグータッチ、そしてチョキを出したあなた、チョキタッチはありませんがいつも心は V サイン。それでは本当のバイバイ。